皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて、ご質に神様の言葉である聖書から教えられてまいりましょう。本日は2020年12月12日の土曜日、聖書の箇所は旧約聖書ダニエル書12章1節から13節。タイトルは天の星のように永遠に輝く信仰です。私たちの名前が命の書に記されている、その素晴らしい恵みを覚える時を持ちましょう。ダニエル書12章1節から13節。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民であの書に記されているものは皆救われる。塵の大地の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは恥辱と永遠の嫌悪に。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は世々限りなく星のようになる。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探し回る。私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていた。一人は川のこちら岸に、もう一人は川の向こう岸にいた。その一人が川の水の上にいるあの天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになると終わるのですか。すると私は、川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就する。私はこれを聞いたが、理解することができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだ。多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもの誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解する。ジョークの捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしい者が据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち1335日に達する者は、あなたは終わりまで歩み休みに入れ。あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。私が大学生になる前にこの浪人をしまして、そしてこの、受験勉強をしていました。でその時にいよいよですね、この2月だか1月だかになってですね、この試験があるっていうことになって、まあもうその頃には、洗礼も受けてクリスチャンだったんですけども、教会のですね、ある方がですね、私のところにやってきましてですね、言うにはですね、あなたのためにお祈り していましたと、そしてですね、たった一つの門が開かれているっていうのを、聞いたっていうんですよね。で私はですね、その時ですね、
まあ、そうかと思ったんですけど、結局ですね、たった一つの門しか開かれてなくてですね、一個しか受からなくてですね、結局大学に、まあ、その学校に行くことになったわけなんですけども、まあ、私たちはですね、この自分の名前がですね、合格発表にない、もう、ずっとですね、合格発表するのを見に行ったらですね、名前がとか番号がですね、ないっていうかですね、まあ、そういったことをもしかしたら繰り返し繰り返し経験するかもしれないですよね。だけどですね、私たちがたとえこの世でこの名前が、なくてもなんかすごいですね、この有名な人が載ってるようなこの、本にですね、名前が記されてなくても、たった一つですね、私たちがもし神様が持っておられる命の書に名前が記されてたらですね、もうそれで OK ですね。で、逆にですね、どんなにこの世界のですね、様々なところに名前が出てですね、有名になったとしてもですね、命の書に名前が記されてなかったら全部無駄になっちゃうんです。ですからですね、私たちはこのイエス様は何のために来てくれましたかというとですね、信仰によってどんな人でもこの命の書に名前を記されるということができる。でそのことをですね、ぜひですね、覚えていきたいと思うんですね。で、ダニエル書の12章のこの一節にはこう書いていますよね。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものは皆救われるとあります。まあ、歴史的にはですね、この北の王様がやってきてですね、いろいろやるわけなんですけど、結局ですね、その王様もこのうまくいかなくなってですね、そしてこの、ミカエルってですね、天使の天使長ですよね、その最終的なこの戦いってなると。でもちろん歴史的にはその時になるわけじゃなくて、ダニエルの予言を通して世の終わりのことを指し示しているわけですよね。じゃあその世の終わりのことっていうのは何かって言ったらですね、この4節2節見るとですね、塵の大地の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは地獄と永遠の剣をにって書いてます。で、これはもちろん私たちが、まあ、聖書を読んで知ってる人はですね、イエス様が帰ってくる時にこの永遠の命によみがえる人と永遠の裁きによみがえる人がいるっていうのを、まあ、新約聖書を読んで知ってますからね。ですから、ああそういうことなんだなっていうふうにこう思うわけなんですけれども、でもそのことの意味は何かっていうとですね、終わりの時っていうのは実はイエス様が帰ってくる時に完成するんだけど、もうすでに始まっているというこの視点が重要なんです。イエス様が来られて、そして地上での働きをされて、そしてその最後には十字架につけられて葬られて3日目によみがえって天に帰ります。天によみがえってなかったら帰ってきませんからね。墓の中にいたらね、そのままだったら絶対に帰ってこないわけですから、当然復活して弟子たちの目の前で天に帰ったと。天に帰ったイエス様はもう一度この地上に戻ってくると。で、それまでの間聖霊を与えられた弟子たちが全世界にイエスはよみがえったって述べ伝える、こういうことですよね。で、その時に私たちはこの世の終わりのこの予言っていうのをはっきりとですね、確信を持ってこの信じることができるのはイエス様が死者の中からよみがえられたからなんだということをまず第一番目に覚えることができるんです。復活された主イエスとともに私たちはすでに永遠の命に生かされているんだということです。あるものは永遠の命に、あるものは地獄と永遠の剣をにって書いてありますけど、イエス様がよみがえった初歩としてよみがえったので、イエス様を信じる私たちはもうすでにこの永遠の命を生かされているということです。3節には、賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は世々限りなく星のようになる。まあ、この宣教の働きを通してですね、神様の栄誉を受けることができるわけなんですけども、4節見ると、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探し回る。いろんな宗教的なですね、神様を求めることによってさまざまな人がですね、この、まあ、神様に関する知識をですね求めますよね。だから宗教っていうのは神を求めた人類の歴史ですよ。それは尊いものだけれども、それでは分かりませんよって言ってるわけですよね。そうじゃなくて、天から来られた救い主イエス・キリストを通してでしかこのことははっきりとわからない。で、そのことをはっきり示すためにイエス様は十字架で死んで葬られ3日目に生まれた。で、
このことを信じている私たちは、ダニエルに神様が終わりの時まで秘めておけと言われた、そのことをもう私たちは知っていますってことなんです。ですからですね、この何かの修行をしたり研究をしたりして、もう見つけた真理ではなくて、歴史の中で神様がなされた御業によって私たちは永遠の命に入れられている、つまり命の書に名前が記されているということをはっきりと確信することができるということです。第2番目は何かというとですね、第2番目です。これ読んでいきますと、この5節6節を見るとですね、天布の衣を着た人っていうのが出てくるんですよね。まあイエス様じゃないかっていうことなのかもしれないんですけれども、でもその時にですね、こういうふうに言うんですよね。7節に、すると川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わる時、これら全てのことが成就するって書いてるんです。で、聖なる民の力を打ち砕くことが終わるって言うんですよ、ね、一体どういうことなのかって言ったらですね、聖なる民っていうのは神の民、はい、私で言えば教会ですよね。つまり教会は試練を通して砕かれ続けるんですよね。で、それが終わる、つまり聖化ですね。教会を清めていく、試練を通して砕かれて、もう徹底的に神様の恵みにより頼むようになるというこの歴史ですよ。一方で教会はイエス様のことを述べ伝えるんですけど、一方でキリストがイエス様が帰ってくる時にふさわしいものとして整えられるわけです。で、このことがちゃんと私たちのうちにこの起こりますよっていうことです。ですからですね、この大統領選挙があってですね、そしてこのアメリカがもうなんていうか、この選挙地である、もうアメリカがキリスト教の国というよりはですね、選挙地であるっていうことがですね、ますますこの明らかになってきていると思うんですけれども、でもそういう中にあって、全世界の教会がある意味迫害の中にある、全世界の教会がですね、ある意味狙われる環境にある、全世界の教会が自分たちの政治的な力とかお金の力とか何か人間的な力じゃなくて、神様の力によって宣教するために砕かれ続けていくということが必要だし、私たち自身もこの神様の力の前にひれ伏す、砕かれるという、そういう経験が私たちには必要です。で、このことが終わったら世の終わりということですよね。すると私たちは命の書に名前が記されている、その証拠として、まあ、試練に遭うということがあるわけですよね。試練に遭うということは死生児じゃない、試練に遭うということは神様の民である、迫害を受けるということは神の民である。で、そのことをですね、ぜひ覚えていきたいと思うんです。そして最後3番目にはですね、10節にこう書いています。多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもの誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解するって書いてます。で、悪しき者はですね、このことがわからないって言ってるんです。で、もちろんここに書いているですね、11節に書いている1290日とか、12節に書いている1335日とかですね、このそういったのはいつの時代なのかっていうことは、まあ、簡単に言ったら神様しかわからないっていうことですよね。それをいろいろ解釈することはやってるのかもしれないけれども、私たちにとって大事なことは、それは主がお定めになっておられます。で、むしろ私たちはこの悪者が決して理解することのできない、賢明な者だけが理解することのできる、私たち自身が悪から清められ続けていくという恵みです。つまりイエス様の犠牲によって、私たちはそのイエス様の血潮によって全ての悪から清められる。で、これはですね、本当に救われた人しかわからないんですよ。イエス様を信じてない人はどうしても良い行いによって救われようとするんです。どうしても自分がポイントを稼いでなんとか天国に入ろうとするんです。でもそれでは無理だっていうことに気づいた、砕かれた人ですよね。自分が砕かれたら本当にイエス様の十字架の前にひれ伏して、この神の恵みがなければ私はとてもじゃないけれどもイエス様に従うことはできないというところに行き着いているわけですよ。で、この思いですよね、この感謝ですよね、これが命の書に名前が記されているということの
大きな印ということになるわけです。ですから私たちはイエス様を信じるときに、はっきりと自分が命の書に名前が記されている、そのことを確信してこの人生を生きていくことができるんです。いかがでしょうか。私たちが命の書に名前が記されている、そのことをはっきりと確信を持って生きていくときに、私たちはさまざまな評価、私は世の中でもっと評価された方がいいのに、もっと自分は認めなくちゃいけないのに、そのように思うことがたとえあったとしても、もうすでに神様の子供とされて永遠の命を生きるものとされた、そのことをまず大喜びして、そしてこの世の中で神様の素晴らしい恵みを明かしするために生かしていただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは有名な人になることはないかもしれません、ないでしょう。しかしあなたが私たちのことを名前で呼んで、そして私のことを知って、このイエス様の弟や妹として永遠の命の書に名前が記されている、そのことを大喜びして残されている生涯を歩んでいくことができるように、神様どうぞ一人一人を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。